きチャンネルジョン、こんにちは。今日はですね、はい、放送出るのが今日5月25日水曜日です。はい、あ、もう今日出るやつですか。今日です。はい、ご報告です。はい、今世紀最大の今世紀って言っていいんですか。今世紀、もう今もう多分最初で最後かもしれないし、もう今まで生きてた人生の中で、はい、ドラフト指名されたぐらいの衝撃なことが起こっちゃった。それはまあちょっと言っとかなきゃいけない。あのクーデターを起こすとかじゃないよ。なんか言ってましたね。なんか記事に出たって言って、そのクーデター起こしてたらさ、バレちゃってさ、はいはいね、あの朝日芸のすっぱ抜かれてさ、なんかバレちゃった風に最初動画撮ってたけどね、でもあれ本当にバレちゃってさ、本当はクーデターしましたよ、企んでたけどバレちゃったから終わったなわけないけどね。ですよね。分かってますよ。なわけないけど、ね、はいはい、まあすごいあの、うん、素晴らしい誕生日プレゼントもらってクーデターの記事を速攻動画に出せるっていう、はい、ああそうですね。誕生日の日出しますよね。あ、誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。ノーケーキ、今年は何年もしてるから、はい、もうそんな初々しさがなくなってノーケーキですか。あの本当に今回もちょっとケーキとかなんか準備したいなと思ったんですよ、うん、で私ちょっと今行動範囲が狭くてですね、足怪我しちゃって、うん、でももう普通に歩けてるじゃん。いやいや、それ意外と大変なんですよ。ちょっとあ足が、あのまだちょっとこうやって歩いてる。いや、そんな感じ、もうそれはもう2週間前ぐらいで、こうやって、もう今こうやって、ですって歩いてきてたよ、普通に。いやでも、私すっごいいいケーキ屋さん、でも本当検索して、なんかいいとこないかなと思って、うんうんうん、今年は手作りじゃなくて、はい、あ、ちょ、手作りはもういいかなって。手作りはいいですか。あの、まあ、なんかご時世的なのもあるし、まあ、手作りはいいかな、うん、やっぱ手作りが良かったですか、うん、そうだね、やっぱそれの動画も作れるじゃん、だって。あ、まあ、そうですけどね、うん、あれ結構大変でしたよね、なんかね、うん、だか大変さの中に思いが、何の動画やねん。何ですか、本当にご報告、今世紀最大。いや、本当にもうありえないことが起きて、はい、まあ、これはちょっと言っとかないといけないなと、うん、それはいい話ですか、良くない話なんですか。人によるね、受け取り方、それがいいっていう人もいれば悪いっていう人もいるかもしれない。佐藤さん的にはどんな気持ちなんですか。俺的には、いや、こんなこと起きるんだなっていう。あ、ってことはそれは嬉しい方ですか。まあでもその後嬉しいかどうか分かんなくなるかもしれないけど、全然分かんない。それでは皆さんに発表します。はい、佐藤智也、なんとこの度映画に出演。情報解禁なんですよ。はい、野球部に花束をっていう映画です、はい、うん、漫画なんですよ、はい、原作は、うん、8月11日公開です。おお、もうすぐもうすぐもうすぐ、はい、はい、ね、野球部に花束って、なんか野球部のなんかこうあれですよね、あるある的なもの要素がすごい。そうメジャーリーグよ、これが日本の野球部だっていうね、はい、野球部に花束をっていう、はい、2022年8月11日、はい、全国ロードショーです、はい、おお、佐藤さんがスクリーンデビュー、やばくない？ねえ、そんな去年ドラマに出て、はい、今年、うん、映画に出るっていう、そんなことないやろ。そうですね、だ受け止め方によってすごいっていう人もいるし、はい、何やっとんやっていう人もたまにいるかもわかんないじゃんね。いや、そんな何やっとんやなんていう方いますかね。まあ100ゼロはないからね。まあそうですね、うん、あ、なんか解説者なのにとか思う方もいなくはないかもしれないってことですか、うんうん、俺はだって古田さんが、はい、あ、出てましたね、安倍さんのやつ、はい、古田さんに待って、古田さん出てましたね、イエーイって言ってたけど、はい、結構うまかったと思います僕って言ったら、私もすごい、うん、なんかお嬢さんで、俺はすごい良かったなと思うけども、はい、何やってんやっていう人もいるじゃんね、やっぱそうなんですね、中にはね、うんうん、でも、はい、初、はい、あ、箱間さんも何かあるんですか。あ、そうなんで、実は今日、うん、その情報が解禁されて、うん、その公式のツイッターとかもできたんですよね、うんうんうん、で野球部に花束の公式ツイッターがその告知というか予告動画を出しているんですけど、はいはいはい、その予告動画のナレーションを担当させていただきます、うん、セットですか。セット、なんかあのセット売りかな。私そのこの野球部に花束をっていうのの、うんうん、なんかナレーション撮りをさせていただきたいですって言われて、うんうん、でなんかこういう映画ですって見た時、うん、あ、佐藤さんねって言ってたやつだ。いや俺見たよ、その、はい、袴田さんのナレーションのショートムービーみたいな、はい、15秒ぐらいの、そうもう本当に最初の告知の予告っていう感じの、見た見た、はい、なんかぽかったよ、プロっぽかった。お、本当ですか、うん、プロですから。あ、プロですか。はい、でもなんかあれも俺去年よ撮影、はい、行ったの、うん、格言マンっていう役なんだけど、はい、しかもよ俺あのもう見たのね、内容の中で、うん、そうそうそう、結構出てくる。そうですか。
しかもでかく、でかくめっちゃ楽しみですね、これ公開。いや、でもぜひ見てほしいね、うん、しかもあの面白いしね、中のその野球部あるあるとかね、なんか泥臭いその高校野球の要素がすごい詰まった映画ですよね。そう、うん、しかも俺あのその撮影場所の栃木まで行って、はい、俺でクランクアップだったもうじゃあ最後に佐藤さん撮るって感じだったんですか。そう、でもなんか2時間ぐらい撮ってくれてたらしいけど、はい、俺30分ちょいぐらいで終わって、はい、あ、ありがとうございますみたいな。そんな短時間だったんですね。うまいんですごい、私のあのナレーション撮り、うん、15秒の、うん、15分かかりましたでもなんかいろんなパターン撮るじゃんね。はい、あ、そう、うん、なんかもうちょっとシリアスバージョンとか、うんうんうん、もうちょっと明るいバージョンとかいろいろ撮ったりするんですけど、そう、うん、俺とかも、はい、目線動かさないでくださいって言われて、へー、ずっとカメラ目線だからセリフ全部覚えなきゃいけないの。結構長いのとかもあるんですか。そう、長いのとかもある、短いのもあるけどね、はい、長いのもあるから、うん、全部覚えなきゃいけない。でも緊張感めっちゃあるよ。そうですね、だって俺一人のためによ、はい、もう30人ぐらいいんのよ、はい、で、なんとかかんとか火一、弱い、カチッみたいな、はい、これを見てた、うんうん、で、なんとかかんとかでって言うわけよ、うん、チーみたいな、はい、V チェックしますちょっとドキドキしながら、はい、OK です、次みたいな。で、若干たまに噛んだりするじゃんね、はい、はい、カットみたいな。逆にざわつくわけよ、心が緊張しますよね。だって迷惑かけられないし、うん、お前何噛んでんだよみたいな、はい、で思ったらすごい早く終わって感謝されたんだけど、はい、で、クランクアップだったから、うん、で終わった瞬間にみんなでビールで乾杯みたいな、してたのね、はい、だからなんか、うん、でもすごい、しかも、はい、しみたいな、はい、そりゃそうだよね、そりゃそうですよ、うん、撮るとき、うん、で、あの周りも何とかの連絡でってバタバタしながら、はい、はい、次何番の C の何とかの1いきますみたいな、はい、はい、みたいな、これかみたいな、へー、カメラがあってカメラもしようみたいな、音声さんいて監督いてみたいな、あ、これが映画かでもそれ、佐藤さんもちろんすごい緊張感あるじゃないですか、うん、で、まあ、でも一人シーンじゃないですか、うん、あの私も映画ちょろっと出たことあるんですけど、うんうんうん、私何人かいるシーンで、うんうんうん、ミスった時の気持ち半端ないですよすいませんみたいな、もう私本当にセリフ二言ぐらいだったんですけど、うん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 、その誰かにこうついて歩いて、うん、でなんかもう何人もいると動きがめちゃくちゃ決められてて、うん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 、でここで止まらないといけないのに、最初できてたのに何回もやってたら忘れちゃって、うん、歩きすぎちゃった時とかに、あー、これさん行き過ぎっつってカットってなって他の主要キャストの方が出るってすいませんみたいな危ないですよ。いやでも佐藤さんのその出演見るのめっちゃ楽しみです、うん、V シネマの帝王、顔面狂気の異名を持つ小沢仁志さん、うん、はい、まさかの高校球児として出演する、うん、あとね、主人公の黒田鉄平役の大吾さんとか、はい、黒羽さんとか、はい、楽天ファンの黒羽さんですね、うん、そう共演はないんだけどね、俺、はい、で、怪ヒットだった超特報映像のナレーションは YouTube チャンネル佐々木チャンネルの進行役を務めるフリーアナウンサーの袴田彩が担当している。そこも出てるんですか。そう、嬉しい。 YouTube で佐々木と絶妙な掛け合いを見せる女房役袴田のコーリードナレーションにも注目嬉しい。それネットニュースですか。そうネットニュース、ちゃんと出してくださってるんだ。そう今日あの解禁された、今日公式ツイッターがフォローしてくださってたんで。そうなの。ぜひ皆さんも公式ツイッターの方をフォローしていただいて、ね、で本当にだから私たちはもうじゃあ PR 大使ですね。そうだよ、だってもう初主演だから。主演じゃないか、初主演じゃない、初出演だから初言えてないですよ、うん、初出演だから。出演ですね、うん、これずっと黙って半年以上、はい、7月か12月だったような気がする。へえ、あ、そんな。でも映画って本当公開ってすごいかかりますよね。そう、うん、え、ちゃうか、もっと10月か。あ、でもぜひ見ていただきたいですね。ぜひ本当にもう全国ロードショーなんで、はい、見ていただきたいですね。はい、でツイッターの方もフォローしていただいて、そうちょっと予告などもね見ていただければと思います、はい、これからひょっとしたら舞台挨拶とか、はい、一回もわかんないですよ、はい、あ、じゃあ私あの司会やらせていただけたら、うん、セットでということでね、はい、映画野球部に花束を、うん、里崎が出演しますので、はい、皆さんぜひ見てください。はい、楽しみに。